はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、タイトルにもねあると思うんですけれども、ちょっともう本当にですね、危機なんですよ。私の家が洋服が増えちゃって、本当ね、いつだったら学習するんだって話なんですけど、私アパレルのプロデュースをしていて、でそのアパレルのお洋服もどん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 商品が増えてきていて、それもあって洋服が増えがちっていうのもあるんですけれども、ご覧の通りここら辺に洋服が散乱しているんです。こっちの部屋だけじゃなくて、撮影部屋にも片付けられてないお洋服とかもあるので、今日は意を決して10月にも入り、秋も始まるということで、秋の大断捨離をしたいと思います。大断捨離できるかな。有事不断なのでとても不安なんですけれども、頑張ってちょっと心をね鬼にして断捨離をしていこうと思います。頑張ろう。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていきたいと思います。じゃあまずここからですね。ここはこんな感じになっていて、なんかここにはシャツとかワンピースとかちょっと薄着のものを入れてるんですけど、ここね結構パンパンになってきたんですよ。ハンガーにかけてるんですけど、なのでちょっとここもしっかりとやっていきたいなって思います。着ない服とかはですね、実家に送っているので、今回もこちらダンボールに詰めて実家に送りたいと思います。で、実家に送ってもこれは多分着ないかなっていうようなやつは古着ショップとかに持っていこうかな。まだ未定なんですけども、とりあえずそんな感じで分けていきます。あ、頑張ろう。気が遠くなるし、本当にこれね悲しいんですよね。じゃあやっていきます。でも本当ないんだよな、全然ないんです。全然またまたこれがハンガー何個分あれでできたか数えましょう。こちら実家に送りたいと思います。これね、ザラのやつ、これ可愛いんですけど、可愛いなどうしよう。あ、これはもう着ないかな。マージーのシャツなんですけど、これも実家に送ります。でもこう見るとほとんどアベマの商品が多いので、そう考えるとやっぱ型数がめちゃくちゃ増えたなって感じですね。これもね、もう着ないかな。ベストのトレンチなんですけど、足目になっててとっても可愛くて気に入ってるんですが、これも多分着ないので、これも実家に送りましょう。お姉ちゃんとか着そう。これもちょっと値札ついたままなんですけど、一回 YouTube で着たかな。これも実家に送りましょう。これおばあちゃんとか着ないからこれもね、なんか海外の通販で買ったんですけど多分着ないので、これも実家に送ります。よし、これももう着ないかな。あ、なんかいいんじゃない。ちょっと実家がね、本当でも大変なことになってるんですよね。絶対いないはずの私の服で溢れ返ってると思う。でも私3姉妹で、お姉ちゃんと妹と、まあ、お母さんもいるんですけど、結構ねいつも喜んでくれるので、これも着ないかな。そうだからね、ついつい送っちゃうんですよ。こんな定期的に大量に送られてきたら向こうも大変だよな。あ、どうしよう、これ以上もうできない気がしてきた。全然変わらんやないかい。これも着ないかな。なんか黒のねワンピースみたいな感じのやつなんですけど、これも着ないので、これも実家に送りましょう。これ確かなんかベルトあったな。後でベルトと一緒にまとめます。まあでも本当にこのぐらいかも。このゾーンは8着実家に全部送ります。大変だ実家が。はい、ということで、まあ、ここのゾーンはこんな感じで一旦終わりです。じゃあ次こっちの棚、もうここら辺鬼ですよね本当に。これね全部ね部屋着なんですよ。でも一応部屋着をこの辺に固めていて、これのとこぐっちゅうちゃなんですけど、そう、まあなので一旦ここの上は後でやるとして、この中の引き出しからやっていきましょう。ここにはねニットが入ってるんですよ。多分そんなに量はないんですよね。ニットってやっぱかさばるので場所を取っちゃうから、タンスこんな感じで幅取ってるんですけど、断捨離するものがない気がする。あ、でもこのカーディガンはもういいかな。これも実家に送りましょう。2段目は別にないな大断捨離とか言っときながらって感じかも。この段はどうだ。あ、でもこれは着ないかもな。送ります。着るなちょっと本当進まないかも。ちょっと下も
いきたいと思います。あ、この紫のニットはないかな。これは実家に送ります。もうパンパンです、ダンボールが。ちなみに言うとこれは着ないか。赤のワンピース、実家ばっかだな。もうこんな感じで一箱目パンパンになりました。一箱目って言ってもそんな私ダンボール今持ってないからちょっとあれなんですけど、とりあえず一箱終わりました。こっちのスペースからやっていこうかなって思います。でもね、本当にここは何回聞くんだこのセリフはって感じなんですけど、多分ねこんなにないんだよな。だってこれでもいつもここ見てアウターないな、なんか欲しいなって思っちゃうんですよいつも。本当ダメだなマジで。どうしよう、ここからギア入れて頑張りますわ。ちょっとシャ、あ、このジャケットはいらないかな、実家に送ります。いや、なんかこうねアイテムを見るとコーデがパッて浮かぶんですよ。あ、着れるじゃんって思って手放せなくなっちゃうんですよね。わかります、こんな気持ち。困っちゃったな。ちょっとスウェット、下にねスウェットがあるんですけど、ここら辺頑張ってみようかな。スウェットはなんかいけそうな気がしなくもないぞ。できそうな気がしなくもない。このカーディガンは実家に送ります。これはいいかな、これも実家に送ります。これはアベマの結構人気なスウェットです。今確かセールになってた気がする。よいしょ、いや大変だ。ここら辺もアベマのやつでしょ。いる、あ、崩れる。アベマも問答無用でいるので、これは実家に送ります。あ、でもなんか奥にできそうなものがちらほらある。あ、これはいいかな。もうこれは実家に送りましょう。ちょっとは断捨離できた。あ、でもだいぶ減った。なんかちょっとスペースできました。熱いわ、ちょっと脱ぎます上、真っ白になっちゃうけど熱い。じゃあさらに下ですね、この下。私がすごいお気に入りのパンカー、これこれはどうしようかな、送ろうかな実家に。まあ多分また増えると思うのでこれも実家に送ります。バイバイ、ありがとう。これは着てないのでこれは実家に送ります。これはいいかな、実家へ送ります。これアベマのね、めっちゃ触り心地のいいスウェットベスト。スウェットパンツはいりますね。よし、じゃあこのぐらい。あんまりできなかったかもだけど、ここもいります。ということで、こっちの棚はね T シャツとかが結構メインですね。で、下の方はデニムが多いんですけど、この上のやつはまだ新しいやつとかなので、ほとんど上は一旦いるとして、中をやっていきたいと思います。ここね、このゾーンが結構ねパンパンなんですよ。頑張りましょう。じゃあちょっと意味のわからない角度ですが、これでやっていきましょう。これももうだいぶ来たので、これも実家へ。ダンボールちっちゃなに変えようか。このベスターもいいかな、実家へ送ります。これもね結構来たんですけど、これももう多分着ないかなと思うので、これも実家へ送ります。ありがとうね。これは破れちゃっているので処分したいと思います。あとこれもね汚れてたので、これも処分します。あんまり出なかった、悔しいけど整理はできました。次 T シャツですね。 T シャツ結構やりたいんだよな、断捨離。これももう着ないかな、これも着ない、これはもうさらばしましょうか。結構着ててもうヘタヘタなので、ロックティも買いに行ったし、これはちょっとさらばします。これはもういいか。だいぶできたと思う。あ、閉まるようになった、ちゃんと。次こっち。もうパンパンになっちゃった、ダンボールが。結構こっちは隙間が開けられましたよ。いいんじゃない。じゃあ次こっち。ダンボールがない、ここはあんまないかな。このぐらいで、じゃあちょっといよいよデニムをやっていきたいと思います。デニムはね本当にむずいんですよ。私デニム大好きマンなので本当に難しいんですけれども、今のところなしデニムできるかしら私に。これはおさらばしようかな、これはおさらばします。
本当ね、なんかこういうのってたまにふとあれ履こうと思って探すと、うわ私断捨離してたわあれっていうことが多いんですよ。だから断捨離できなくなっちゃうの私絶対いつか思い出して あれ履こうっていうのが分かるんですよ私。だからそんなに頻繁に履かなくても、たまにあって思った時にないと結構やっぱりなって思うから断捨離できなくなっちゃうんですよね。ほんと舐めた口聞いてんじゃねえよって思うかもしれないんですけど、でも本当にそれがねあるんだよな。まだ1本しか断捨離できてないよ私。おい何やってるんだ。さっき上にめっちゃあったじゃないですかデニム、あれも入れたいから、ここも、あここ、これのけたらデニム入れ、デニム入れられるかもしれない。これほんと気持ちいいんですよねこのニット。あスペース空いてる空いてる空いてる。これがいけないんだよな。全然余裕なんかないんだけどな。やもうさらばします。もう実家に送ろう。これは送ろうかな。あでもここスペースできたので入れられそう。入れたらもうパンパンになっちゃったりするんかな。ずっとしまってなかったデニムが入れられた、イエーイこれは履かないかな。これも履かないかな。あーでもこれ思い出のやつなんだよな。でも実家に送って履いてもらおう。あーでも何本かは整理できた。だいぶ減った減った。およかった。はい、ということでこっちの部屋は一旦終わりかな。ということでちょっとカメラをね充電している間もちょこちょこやったりとかして、だいぶスッキリはしてきたはずです。で次この撮影部屋のこのクローゼットの中、ここはねバッグがめっちゃ入ってるので、バッグはちょっとまた今度やろうかなって思ってるので、まずここかな。ショーパンとかスカートだったりとかが入ってるゾーンがあるんですけど、整理していこうと思います。これは履いてないな。これは譲ります。よし、ということでここのゾーンも終わりです。じゃあ次こっちのアウターゾーン行きますか。はい、こんな感じになっております。アウターはここ以外にもまだアウターのラックがあるので、まずこっちからやっていきます。こっちのアウターは結構新しいアウターのゾーンなのでないかも。あこれ着ないかな。実家に送ります。ほんとこのぐらいかも。まだこっちにあるのであっちもやっていきます。最近このねラックをまた新しく買ったんですよ。いつものルックブックで使ってる黒のラックあるじゃないですか。あれに今までねこのアウターたちをかけてたんですけど、ルックブック撮るときにいちいちこれを全部ハンガーも取ってっていうのがすごい大変だったので、ずっとかけておけるようにもう一個新しいのをね購入しました。まあでもここら辺とかはもうあれかな、ずっと私着てたコートなんですけど、コートもう一着似たような感じのがあるのと、そろそろ替え時かなって思うので、これもちょっとさらばします。ありがとう今まで本当にこのコートにはお世話になりましたね。めちゃくちゃ着てた、ありがとう。あこのコートもねすっごいこれ可愛いんですけど、袖の丈がね若干短いなって感じるので、買い替えれたらいいかなって思うのでおさらばしようかな。ここら辺もねすっごいいっぱいあるんだよな。あでもザラでねもう一着買ったんですよ、ついこの間っていうかもうついさっき今日の午前中にハートジャケット買ったので、どうしようこれ、これも実家に送ります。ありがとう。この旗もすごくね可愛いんですよね。こんな感じかしら。おっとこれは終わったフラグ、断捨離終わりました。疲れましたね。でもほんとすっきりしますねやっぱ断捨離やると。はい、ということで今回私が断捨離したお洋服たちでございます。でっかい段ボールが1個とちっちゃい段ボール2つと、あとこれバッグ、ここにもねぎっしりお洋服を詰め込んで、こっちが実家に送るようです。でこちらビニール袋3つあるんですけど、まあ、これが売りに行こうかなって考えてるものとかって感じですかね。結構な断捨離できたんじゃないかなと思います。もう少しやりたかったなっていう思いはあるんですけれども、とりあえずこんな感じで今回の断捨離は終わろうと思います。多分今後もねお洋服増えていくと思うので、その都度その都度手放す機会もあるとは思うんですが、それも新しい出会いのためだと思って頑張って断捨離していけるようにしたいと思います。季節の変わり目っていうのもあって、ちょうどいい時期にできたんじゃないかなと思うので、多分
私カメラ回ってないところで一人でやると絶対にこんなに断捨離できなかったと思うので、みんなが見てくれてるっていうか、みんながいるから決断できた部分もあると思うので、今回もねちょっと企画にしてやっていきました。ご視聴いただきありがとうございます。また断捨離をねする機会があれば多分みんなに力を借りることになると思うので、その時はまたよろしくお願いします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。スッキリ。